こんにちは、シュウです。やっていきましょう。ですね、今回は、ソウルアーマーを手に入れようと思うんですよね、アヌビスの。進化前は持ってるんですけど、進化後のソウルアーマー持ってないんで、それ取りに行こうかなと思います。で、ソウルアーマーちょっと変えたんですよ。このドミニオンのソウルアーマーにして、常時8倍、6コンボで2倍で、6コンボ以上2倍で、まあ、12倍まで出るんですよね。違うな、16だな、8×2 で。16倍まで出るんですよ。じゃあやっていきましょう。進化ごとるからチェーンさせないとダメなんだよね。いきなりいたな。なんで、こっち側に敵を呼び、アヌビス呼び込んでチェーンさせてから行かないとダメなんだ。アヌビスってこっち来んのかな？やばいな、これ2体チェーンとかあんのかな？じゃあ待ちます。いや、待ってよ。これ、おびき寄せればいいんじゃない？こいつを。ほら、来いよ。来いよ。あれ、来ないな。こっから先は来れないのかな？お、来ているね。アヌビスが近づいてきた。オッケーオッケーオッケー。よっしゃー、チェーン発動！うまっ！うまっ！スキルは全員貯めてきたんですよ。これで進化後アヌビスが出るはず。やっぱ来たねー。このソウルアーマーが欲しいんですよ。これのスキルなんだ。水を光に回復、闇を回復に。とりあえずどれぐらいの HP かわかんないから殴ってみよう。オッケー。よし、6コンボ出たんで。16倍ですね。ああ、いいね。悪くない。全然悪くない。倒しちゃうのがね、ちょっと怖いよね。こうか。あー、ちょっと今闇上にしてたら起こせたな。こっからはね、ちょっとコンボ控えめで火力調整しつついきたい。まだいいか。まだ全力でいいな。で、ここでやられると嫌なんで、ラファエル使っちゃおうか。ダメージがどれぐらいかもわかんない。オッケー、いいね。光の落ち込ん。まだキャプチャーはできないか。うわ、マジか。毒全部消しちゃおう。多分やられないと思うんですよ。やばい、ミスってる。やばい、だいぶミスってる。うわー、だいぶミスっちゃったな。ただ落ち込んでいい感じに。オッケー、これキャプチャーいける？よっしゃー、来た！キャプチャー来ました。いやー、こっからどうするかだな。とりあえず、ラファエル・バルキリー行っちゃう？ラファエル・バルキリーで、いや、これ結構ね、賭けだな。落ち込んがどれぐらい来るかによるな。これ1コンボとかだと正直結構きついと思うんですよね。泥鏡はね、2個覚醒させたんで、3つかな。前回というか今までよりは火力が出る。これ使って、いや、落ち込ん3つぐらい来てほしい。お願い！オッケー！光落ち込む。やば、これ。これ、キャプチャーできたんじゃない？いや、3倍円派使ってくればよかったな。結果論だけで言うと。わー、いいね。よっしゃー。結構あっさりいけたね。よっしゃー。一回ここのダンジョンクリアします。よっしゃー、戻ってきました。ボス倒して、で、ソウルアーマーをゲットしよう。多分売ってるはずなんだよね。作るで。あったねーこれだよ、10コンボ以上で100倍。今までこれだったんですよ。10コンボ以上で64倍だったのが、100倍っすよ。これやばいんじゃない？めちゃめちゃ強い気がする。じゃあもう買っちゃうか。買っちゃって、
でも思ったよりすんなり作れたな。クロスオンはしなくていいか。オッケー。これは基本的の、私の最強装備になるんじゃない？編成で。やっぱここに白欲しいな。白入れて。どれで？さっき買ったの。あったあったあった。これかな？いやー、強いね。指2個持ち。オッケー。はい。はい、ということで、じゃあ今回はね、ちょっと早いんですけど、ここで終わりたいなと思います。バイバイ。